わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は抗がん剤の生産方法についての研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学生物生命学部応用生命科学科山本慎二郎教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。抗がん剤パクリタクセルを植物細胞によって培養生産するという研究を行っております。特に抗がん剤このパクリタクセルは、非常に高価な薬剤でして、それをできるだけ安価にしたいということで、どういうふうにしたらいいかということで、私たち植物細胞を使って培養生産する方法を検討しております。特にその現在 そのパクリタクセル生産方法が、科学的な方法で行われています。元はその一植物というその葉っぱが元なんですが、その葉っぱに含まれる前駆物質、一の葉にパクリタクセルを含むんですが、パクリタクセルになる前の前駆物質があって、それを化学合成によってパクリタクセルにするというのが現在の生産方法です。でもこれはいろんなその薬剤等を使って、非常にその反応ステップが多いと、それから危険な薬剤を使うということで、非常に高価な薬剤になっているんですね。そういうことを私たちせずに、安価で安全な方法でパクリタクセルを作りたいということで研究を進めております。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ。パクリタクセルを細胞培養によって生産しようとするのが私たちの研究です。その中身としては、パクリタクセル自身が、細胞から作られるわけですが、先ほどお話ししましたように、パクリタクセル自身、抗がん剤です。これは、細胞増殖を止めてしまう効果があります。植物細胞自身にも同じような効果が、悪い効果があって、結局細胞増殖が止まってしまいます。でさらにパクリタクセルの生産性も低くなってしまいます。効率的な培養をするためにはパクリタクセルを除く必要がありまして、その方法としてはいろいろあるんですが、私たちは、パクリタクセルが、水に溶けにくい、油に溶けやすいという特徴に注目して油を使う研究をしております。油を使うとうまく培養液中、水中ですね、そこからパクリタクセルが油の方に移動して、細胞への悪影響がなくなり、細胞増殖とそれからパクリタクセル生産性が向上するという結果を得ております。でさらに、より油っぽいものを使うと増殖、それからパクリタクセル生産が向上するという結果を得ております。でさらに現在では、安全性の高い、疎水性の高い、イオン液体を使うとより増殖速度が大きくなり、でさらに、パクリタクセル生産性を飛躍的に、向上させることに成功しております。このような形で、効率的な、パクリタクセル生産培養方法の開発を目指して研究を行っております。山本教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。現在 そのパクリタクセルの生産量というのは実は細胞培養で行ってますが、それほど大きくなくて、実は小さいんです。工業生産的レベル、これは日常的な薬剤として使える場合にはまだまだ低すぎて、もう一桁ぐらいの生産性が必要です。そのように生産性を上げる培養方法の開発というのを今後目指していきたいと思っております。それからもう一つ、私自身ものづくりが好きで、今までいろいろなものを作ってまいりました。植物細胞で抗がん剤の生産、それからもう一つの大きなターゲットとして、動物細胞による再生医療に関する研究も行っております。再生医療の目的は、膝関節軟骨の再生です。特に膝関節に損傷する、膝関節を損傷する患者さんが人口の 5% を超えるという現状がございまして、ただまだその膝関節の再生もできておりません。その再生を目指して、私たち、効率的に軟骨組織の再生を目指す研究も行っております。こういうことで、抗がん剤の生産、それから再生医療の研究で、社会に貢献したいと思っております。崇城大学生物生命学部応用生命科学科の活躍がますます楽しみじゃ。